俺の名前は足立茂、47歳、3人の息子がいる。その日俺が家にいると三男から電話があった。そして俺は衝撃を受ける。父さん、助けてくれ。兄さんたちがチンピラ集団に殴られて。なんと三男が突然そんなことを言ってきたのだ。まさかの知らせに、どういうことだ、今どこにいるんだ。俺は慌てながらも三男にそう聞いた。どうやら息子たちはここから車で10分ほどの場所にいる様子。そしてチンピラたちが俺たちに絡んできて、それで今兄さんたちが殴られてて。三男はそう説明する。だがそこで、あ、やばい。三男は突然そんなことを言う。すると電話が切れてしまった。もしもし、大丈夫か？もしもし。思わず電話口にそう叫ぶ俺。だが当然返事はなかった。とりあえず分かったのは、息子たちはチンピラに絡まれ危険な状態だということ。そして居場所も分かった。このような状況であれば、普通は警察に通報するべきだろう。だが、実は俺にはあまり警察に関わりたくない事情があった。それに息子たちがいる場所はここからそう遠くない。そこで俺は車に乗り、すぐに三男がいる場所に向かったのだ。10分後、現場に到着した俺。だがそこには人っ子一人いなかった。どこか別の場所に移動したのか？三男から聞いた場所は間違いなくここだ。そのため移動したと考えるのが自然。あたりを見渡すと近くにコンビニが。そこで俺はコンビニの店員に聞き込みをすることにした。すると近くにある倉庫に男が数人入っていくのを見たという目撃証言を得られた。そして倉庫に行き扉を開けると、ああ、なんだお前。中にいた男が俺の姿を見てそう言った。男の周りには他に4人の男がいる。そしてそのそばには息子たち3人が寝転がっていた。てめえら、何やってんだ。俺がそんな怒鳴り声を上げると、男たちは俺を睨みつけた。この5人の男たちが息子たちに絡んできたチンピラということで間違いないだろう。息子たちは泥だらけで口の端には血も付着している。目の前にいるチンピラたちに倉庫に連れられ痛めつけられたのだろう。おいおっさん、見せ物じゃねえんだぞ。痛い目に遭いたくなかったら何も見なかったことにしてどっか行け。じゃないとお前もこいつらみたいになっちまうぞ。そう言ってギャハハと汚い笑い声を上げる男たち。俺は憎しみにも近い感情を抱いた。ふざけるな。俺はその子たちの親だ。帰るわけないだろう。俺が父親だということを知ったチンピラたち。すると、あ、おっさん、こいつらの父親かよ。さっき誰に電話してたかと思えば、親に電話してたのか。だーせー。チンピラたちは、口々にそんなことを言って、再度笑い出した。お父さん、助けてって、電話してたわけだ。道理で弱えはずだよ。ほら、お前ら。大好きなパパが助けに来てくれたぞ。甘えてみたらどうだ。その言葉で俺に視線を向ける息子たち。すると、父さんごめん。三男が俺を見てつぶやくようにそう言った。その姿を見て思わず息子たちに駆け寄る俺。だが、おっとおっさん、何勝手に近づいてんだ。俺たちがここにいるのに簡単に近づけるとでも思ったのか。
チンピラが間に入って俺の進行を止めた。お前ら一体何なんだ。なんで息子たちにこんなことをした。何か恨みでもあるのか。俺がそう言うと、チンピラはニヤニヤしながら口を開く。恨みね。まあ強いて言えば生意気だったってことだな。俺たちがせっかく礼儀正しく持ってる金出せガキどもって言ってやったのに、こいつらはそれを拒んだんだぜ。何度言っても金を渡さないんだよ。ってことはさ、それボコボコにしてくださいって言ってるようなもんだろ。俺たちは優しいからよ。それだけボコボコにされたいなら協力してやろうと思って痛めつけてやったんだ。そしたらこいつらはあめいて抵抗してくるから、みんなでさらに痛めつけたってわけ。一人途中で逃げたやつもいたけど、そいつもしっかり捕まえて制裁を与えてあげたってわけだ。わかったか、おっさん。話をまとめると、このチンピラたちはカツアゲをしてきたということだろう。そしてそれを息子たちが断ったからこのようなことをした。どう考えてもそれは正当化されるようなことではない。よーくわかったよ、お前らがクズだってことがな。言うねえおっさん、ずいぶん口が悪い親父のようだな。それに頭も悪いんだから救えねえ。頭が悪いだと？なんだ、ご立腹か。だがどう考えたってそうだろう。お前みたいなおっさんが一人でこんなところに来たって何もできねえじゃねえか。俺たちに返り討ちにされるのがオチ。普通は警察に助けてもらうもんだぞ。それとも何か、実は外で警察が待ち構えてんのか。警察には通報してない。ほら見ろ、やっぱりバカじゃねえか。ギャハハッと笑い声を上げる5人のチンピラ。チンピラたちは俺一人しかいないため完全に油断しているようだ。このまま息子たちと同じように俺のことも痛めつける気なのだろう。そこで、甘い考えだな。俺はそう言った。はあ、何言ってんだお前。俺のことを息子たちと同じように痛めつけられるとでも思ってるんだろう。それが甘い考えだって言ったんだ。軽口叩くのが得意みたいだな、おっさん。だがあんまり調子に乗るなよ。こっちだって我慢の限界ってやつがある。あんまり俺たちを怒らせたら、うっかり命まで奪っちまうかもしれねえ。ピリッとした空気。チンピラたちがゆっくり俺に近づいてきた。だがそれでも俺は動じなかった。お前たちを怒らせたから、なんだって言うんだ。お前らは5人で俺の息子3人をボコボコにしたんだろう。所詮お前らは人数で有利な状況にないと喧嘩もできないような弱虫じゃないか。舐めてんのか。舐められないとでも思ってたのか。虚勢を張るしかない雑魚のくせに。するとてめえいい加減にしろよ。男が声を荒げた。何様のつもりだ。てめえも雑魚だろうが。俺が雑魚？そうだよ。ただのおっさんのくせに意気がってんじゃねえぞ。ただのおっさんね。俺はチンピラたちを睨みつけた。そして口を開く。ただのおっさんとは言えねえと思うぞ。だって俺は足立組の組長だからな。まさかの言葉にはあっと声を上げるチンピラたち。そしてそれを聞いた息子たち三人も驚きの表情を浮かべていた。実は俺は息子たちには隠していたが、足立組という組で組長をしている。つまり正真正銘のヤクザなのだ。足立組はそれなりに大きな組なので、
チンピラ5人程度を処理するのは簡単。俺が警察に通報しなかったのは、自分で何とかできると踏んだから。そしてヤクザである俺が、警察と関わるわけにはいかなかったからだ。と、そこで。あんたがヤクザ？チンピラはそう言い、笑い始めた。そんなわけねえだろ。どんな嘘だよ。そんな嘘を俺たちが信じるとでも思ってんのか。嘘。なぜそう言えるんだ。お前みたいな冴えないおっさんがヤクザなわけねえからだよ。そういえば俺たちがビビってここから無事に帰れるとでも思ったんだろ。浅はかだな。頭悪すぎなんだよ。頭が悪いのはお前だろ。はあ？ヤクザでもない限り、こんなことが起きたら、普通は警察に通報するだろう。警察に通報せずに、こんなとこに一人でやってきたのは、ヤクザだから。そう考える方が自然じゃないのか？それもはったりだろ。それっぽいことを適当に言ってるだけだ。それに、仮にお前がヤクザの組長だったとしても、何も問題ない。お前はたった一人。俺たちは五人だ。俺たちにお前が勝てるわけねえよな。組長に手を出せばやばいことになるかもしれねえが、バレなきゃ問題はねえ。このままここでお前らを処分すれば、俺たちがやったこともバレねえだろう。はーっと。俺は大きなため息をついた。そして、やっぱりお前はバカだな。俺はそう言った。なんだと？確かにお前が言うように、五人を相手にするとなると、少しだけ分が悪い。だが俺は事前に、お前らが複数人だということを知っていた。そんな場所に一人で来るわけねえだろう。すると、その時だった。組長！倉庫の扉が開き、男たちが駆け合わせて俺のそばにやってくる。あたし組の若頭、大竹と、四人の組員たちだ。ようやく来たか、大竹。すいません、組長。ここを探すのに手間取ってしまって。実は俺、三男からの電話を受けた直後、組員たちに連絡をしていた。だが、とにかく急がなければいけない状況だったため、近くにいる奴は、とにかく現場に向かってくれと言って、現地集合で組員を集合させることにした。俺がこの場に到着した時、まだ誰も到着していなかったため、俺はこの倉庫を見つけ、組員たちが集まるまでの時間稼ぎとして、先に一人で乗り込んだのだ。大竹たちは、俺の後に到着し、俺と同じように、コンビニの店員から目撃証言を得て、ここまでやってきたのだろう。すると、本当にヤクザだったのか？チンピラたちは、そんな驚きの声を上げる。なあ、これやばいんじゃねえのか？こうなっちまったら逃げ切ることもできねえぞ。そうだな。そうだなじゃねえよ。どうすんだよ。うるせえな。今考えてるから黙ってろ。打ちあもめを始めるチンピラたち。だがそれを待ってやるほど、俺は優しくない。おい。その言葉で、ビクッと反応するチンピラたち。どうしたんだ？ずいぶん慌ててるじゃないか。何かあったのか？てめえ、余裕かましやがって。そりゃ、立場逆転だからな。余裕も出てくるってもんだ。俺たちのこと騙しやがって、ずりーぞ。ずるい。さっき教えてやったはずだろ。あたち組の組長だってな。それを信じなかったお前らが悪い。仲間を呼んでるとは言ってなかっただろうが。それに組長なんだったら、もっと早く言えよ。最初はそのこと秘密にしてただろうが。そりゃあそうだろう。早めに組長だと言ってしまったら、お前たちが逃げてしまうかもしれない。別に、俺たちの情報網を使えば、逃げた後にお前らのことを見つけることもできるが、そうするには、時間も手間もかかる。
だったら、今ここで捕まえた方が効率がいいからな。お前たちを絶対に逃がさないために、あえて情報を後出しにしたんだよ。じっと舌打ちするチンピラ。だが、その態度とは裏腹に、俺が一歩近づくと、蹴をされるかのように、数歩後ろに下がった。なあ、どうすんだよ。他のチンピラが焦った様子でそんなことを言う。こうなっちまったらしょうがねえだろ。しょうがないって、やるしかねえって言ってんだよ。幸いこいつらは全員で6人、1人はおっさんだ。こっちには5人いるんだから、なんとかなるかもしれねえ。ヤクザに手を出したらやばいんじゃ。手を出さなくてもやべえだろうが。俺たちは組長の家族に手を出したんだぞ。このままおとなしく捕まったら、その時点で終わりだ。だったら少しでも可能性がある方にかけた方がいい。確かに、それもそうだな。話はまとまった様子。チンピラ5人は、急にやる気になった。お前らみたいなただのチンピラが、ヤクザに勝てるとでも思ってんのか？思ってるからやるんだろ。それにお前ら、ずいぶん年齢層高めじゃねえか。こっちは若いし、現役でバリバリ喧嘩やってんだ。ヤクザはそこまで喧嘩するわけじゃねえだろ。だったら勝ち目はある。若いっていいな。そんな大きな勘違いができるんだから。うるせえよ。俺たちを舐めてんじゃねえ。そして、行くぞ。その言葉とともに、チンピラたちは俺たちに向かってきた。チンピラ5人とヤクザ6人の大乱闘。だが、すぐに決着はついた。くそ。数分も経たずして、チンピラたちは地面に転がっていた。顔から血を流し、顔を押さえて苦しみ続けている奴もいる。それに対して、俺たちは怪我一つない。当然だ。うちの組員たちの中には、格闘技経験者もいるし、命を懸けた喧嘩を何度もくぐり抜けてきた連中ばかり。そんな組員たちが、その辺のチンピラに負けるはずなどない。おい。俺はそう言い、地面に転がるチンピラの前に立つ。そして、気分はどうだ？そう声をかけた。くそ。チンピラはまだそんなことを言う。そこで俺は、ぐわ。何度も何度も、チンピラの顔面に拳を打ちつけた。もう、勘弁してください。ぐったりとしながら、息も絶え絶えという感じで、そう言ってくるチンピラ。完全に心が折れたようだ。勘弁してくださいね。俺の息子たちを、あれだけ痛めつけておきながら、自分がその立場になったら、勘弁してくださいなんて言葉を吐くのか。お前は、俺の息子が同じようなことを言ったとき、お前は勘弁してやったのか？おい、どうなんだ？すいません、調子に乗ってしまって。はあ？調子に乗ってしまって、ちょっとやりすぎてしまったんです。本当に申し訳ございませんでした。チンピラは土下座しながら、俺にそう謝罪してきた。調子に乗ったじゃ済まされねえ話だろ。こんな倉庫に連れ込んで、5人で息子たちをボコボコにするなんてよ。ちょっと街中で喧嘩した程度の話じゃねえぞ。すいません。なあお前らはいつもこんなことをやってんのか？いつも適当な人間からカツアゲして、断られたら力ずくで奪う。そんなことをしてんのか？
まあ、やってると言えば、やってるというか、はっきり答えろ。あ、はい、いつもカツアゲして遊ぶ金を作っています。今までどれだけの人間から金を奪ったんだ。ちょっとわからないです。思い出せないくらいやったので。なるほど。お前らが本物のクズだってことだけはわかったよ。すると、バカ頭の大竹が俺に声をかけてくる。組長、こいつらの処分はどうしますか？一応こいつら、仇ですが。実は、俺たち足立組では、仇に手を出すことを禁じている。今回のような組員や、その家族に手を出すような相手となれば、話は別だが、その後の処分を、普通のヤクザと同じような処分にするとなると、少しやりすぎと言えなくもない。こいつらがヤクザだったら、山に埋めて終わりなんだけどな。俺がそうつぶやくと、チンピラたちはビクッと反応した。自分たちがこれからどうなってしまうのか、不安で仕方がないのだろう。そうですね。しかし、仇に手を出さないという組のルールからすれば、それは少しやりすぎになってしまいます。だよな。お前はどう思う？そうですね。組長の息子さんたちに手を出したわけですから、今回は例外として、厳しい処分を下してもいいのではないかと思いますが。まあ、そういう考え方もあるよな。だが、他の組員たちに示しがつかねえだろう。組員である俺たちはダメなのに、組長だったら何をしてもいいのかっていう不満が出るかもしれねえ。もしもそんな組員がいたら、俺が黙らせますが。いやいや、そんなことはしなくていい。力で黙らせても不満は残ったままになる。そういう不満が溜まると、裏切りの原因になる可能性があるからな。不満を持つ者同士で協力して、俺の首を狙いに来る、なんてことに繋がる可能性もある。こういうルールは、組長も含めた全員が、しっかりと守ることが大事なんだよ。そうですか。と、そこで。チンピラが口を開いた。なんだ？俺たち、なんとか命だけは助けてもらえる感じですかね？不安で仕方ないのだろう。チンピラはそんなことを聞いてきた。まあ、そういう方向で話は進んでる。よかった。俺のその言葉を聞くと、チンピラは心底ほっとしたような表情を浮かべた。中には笑みを浮かべているものも。すると、組長、では組員たちにどうするべきか聞いてみるっていうのはどうでしょうか？大竹がそんなことを言い出した。どういうことだ？ここで起きたことをすべて話し、組員たちにどうするべきか決めてもらうんです。その結果、山に埋めるという結論が出れば、組員たちが不満を感じることもありません。おお、それはいいな。俺の家族に手を挙げたことを考えたら、やっぱり簡単には許せねえからな。そうしてくれ。わかりました。すると大竹は、他の組員たちと話をする。そして全員がスマホを操作し始めた。組員たちに連絡し、意見を聞いているのだろう。すると、一体どういうことですか？またチンピラがそう聞いてくる。そのため俺は笑顔で答えた。よかったな、お前ら。これでもう一回、生きて帰れない可能性が出てきたぞ。うちの組員たち、みんなで決めることにしたんだよ。
多数決で決めるってことだ。そんな。チンピラは絶望的な表情を浮かべてそう言った。結果が出ました。大竹にそう言われ、俺は結果を聞く。すると、思わずにやりと笑ってしまう。そしてチンピラたちの前に行く。じゃあ、結果発表だ。俺のその言葉で、ごくりと唾を飲むチンピラ。ほとんどの組員が同じ意見だ。お前らは山に埋めるべきだってさ。嘘だ。チンピラはそうつぶやくと、がっくりとうなだれた。いやー、俺もこんな結果になるなんて思わなかったよ。でもやっぱりな、組長である俺の家族に手を出した奴らは生かしておけない。もしもそんな奴を生かしておけば、足立組自体が舐められちまうから、しっかり制裁を犯すべきだって意見が多かったみたいだな。あと、もしも自分の家族に手を出された時、同じような処分を下してほしいから、そういう時のために、今回は厳しい処分を下してほしいって意見もあった。まあ、いずれにしろ、お前らを生かしておきたい組員なんて、ほとんどいなかったってことだ。すると、そんな、なんとかしてくださいよ。チンピラはそう言いながら、懇願してきた。なんでなんとかしないといけないんだ。お願いします。これで人生終わりだなんて、あんまりです。何でもしますから、せめて命だけは。そう言いながら、俺の足にすがりついてくるチンピラ。俺はそのチンピラを払いのけながら言う。ふざけんな。てめえは、ヤクザの組長の息子に手を出したんだぞ。しかも三人の息子、全員に手を出したんだ。息子たちには全く非がないのに、遊ぶ金が欲しいってだけで、あんなことをした。それに、今回が初めてじゃねえんだろ。今までに何回も同じことやってんだろ。だったらその分も、罪をしっかり償うべきだ。でしたら、警察に自首しますので、俺の息子に手を出して、自首するなんて、生ぬるい結果で終わると思うか。お前たちが、自分から触れちゃいけない、ヤクザの世界に触れてきたんだ。お前らはこの世界のルールで処分する。これは決定だ。そんな。チンピラはついに涙を流し始めた。だが、そんな姿を見せたところで、こちらの意見が変わるはずはない。しかし、その時だった。父さん。そう声をかけてきたのは、三男だった。お、大丈夫か？なんとか。それよりさ。すると三男は、まさかの言葉を口にする。そこまで厳しいことはしなくていいよ。話聞いてたけど、命を奪うようなことなんてしなくていい。だって、僕たちは生きてるんだからさ。まさかの言葉に、思わずポカーンとしてしまう俺。でもこいつら、お前たちに、ひどいことをしたんだぞ。そうだけどさ、やっぱり命を奪うってのは、僕たちも気分が良くないよ。すると次男も長男も声を上げる。俺もそう思う。なんかこいつらのために妙な罪悪感を感じるのも嫌だし。父さんの組のルールではわからないけどさ、被害者は俺たちなんだから、俺たちの意思も尊重してほしい。助けてもらっておいて、こんなこと言うべきじゃないかもしれないけど。息子たちにそう言われてしまい、
俺は考え込む。確かに今回の被害者は息子たちだから、その意見を尊重するべきかもしれない。とはいえ組員たちのこともあるし、組のメンツもある。それを考えれば、命は助けても生ぬるい処分で終わらせるわけにはいかない。そこで、わかった。こいつらの命は助ける。だがそれなりに厳しい処分を下すが、それでいいか。俺は息子たちにそう言った。すると息子たちは笑顔でうなずく。これでようやく意見がまとまったというわけだ。そして俺はチンピラたちに向き直った。おい、お前ら。はい。今の聞いてただろう。まずは息子たちに感謝しろ。俺がそう言うと、チンピラたちは全員が土下座し、息子たちに頭を下げた。そして、ありがとうございました。倉庫中に響き渡るような大声で、お礼の言葉を言う。じゃあお前らの処分を発表するぞ。俺がそう言うと、チンピラたちは俺に向き直った。お前らには全員、マグロ漁船に乗ってもらう。期間は無期限だ。その言葉を聞くと全員が、と言葉を漏らす。そして、と、遠慮がちに口を開くチンピラ。なんだ、マグロ漁船って、一度乗ったら数ヶ月は船で過ごすことになりますよね。そうだな。荒れた海で漁をするから、かなり危険ですよね。危険だな。だが大丈夫。お前らには全員保険をかけるから。海に落ちたとしても、こっちにはしっかり金が入る。そこの心配はしてないんですけど。チンピラたちは、全員が浮かない表情を浮かべていた。そこで、なんだ、嫌なのか。じゃあさっきの処分に戻してもいいんだが。俺がそう言うと、やりますやります、やらせてください。チンピラたちは勢いよくそう言った。ちなみに逃げ出そうなんて考えるなよ。もしもそんなことしたら地の果てまで追いかけるからな。それでもし見つかったら今度こそ山に埋める。わかりました。三男からのまさかの電話があった時はかなり不安だったが、こうして息子たちに起こったトラブルをなんとか解決することができた。そしてチンピラたちのことは組員に任せ、俺は息子たちと一緒に倉庫を出たのだ。息子たちを乗せ家に向かう車内、俺はゆっくりと口を開いた。悪かったな、ヤクザだってことを今まで秘密にしていて。今まで息子たちにヤクザだということを隠していたため、今日はかなり驚いただろう。そのはずなのに誰も社内でそのことに触れてこないから、俺は自分から切り出した。すると、まあ最初はかなり驚いたよ。だって父さんが顔の怖い人たちから組長なんて呼ばれてたからさ。そうそう、父さんが最初、俺はヤクザの組長だって言った時は、正直嘘だと思ってたけど、まさか本当のことだったなんてな。まあ、でもだからといって、父さんの何かが変わるわけじゃないし、それに今日俺たちを助けてくれたり、俺たちのために怒ってくれたよね。父さんは父さんなんだなって、改めて実感できたから、今まで通り尊敬する父さんであることには変わりないよ。息子たちはそう言ってくれた。俺としてはもっと嫌がられるものだと思っていただけに意外だった。実際俺は子供の時、親がヤクザだと知って嫌だった記憶がある。結局その後、親と同じ道に行き、後を引き継ぐことになるのだが、特に若い頃は父親を拒絶していたものだ。いい子に育ってくれてありがとな。俺は思わずそんなことを言った。それは俺たちのセリフだよ。俺たちの父さんでいてくれてありがとう。
息子からのそんな言葉に思わず涙ぐんでしまう俺。そして俺は息子たちを連れて家に帰った。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は服部美咲、35歳。その日私はママ友たちとの高級ランチ会に参加していた。するとママ友たちの中のリーダー格であるボスママがお昼だというのにガブガブとワインを飲み始める。そして案の定酔っ払ってしまった。それだけならまだいいのだが、悪酔いして大声で騒ぎ出し、他の客にも絡み出すボスママ。店に迷惑がかかるため私はボスママをたしなめていた。だがその時だった。おいしい水たくさん飲めよ。そう言いながらボスママは私に水をかけてきたのだ。キャッ、思わず叫び声を上げた私。そんな私の姿を見てボスママはケラケラと笑い声を上げていた。ちょっとどういうつもり。私がそう言うとボスママはニヤニヤしながら私を見てくる。どういうつもりって何よ。あんたが鬱陶しいからじゃない。それにさっきから全然お酒も飲まないし。ボスママは酔っ払い、私たちにも酒を飲めと先ほどから何度も絡んできていた。私のお酒よりも水の方が好きなのよね。だからかけてあげたのよ。悪びれる様子もなくそんなことを言ってくるボスママ、本当に鬱陶しいママ友だ。何よそれ、どれだけ自分勝手なのよ。あんたたちのノリが悪いからいけないんじゃない。自分勝手なのはあなたの方でしょ。こんな昼間からお酒をガブ飲みして店とか私たちに迷惑をかける方がどう考えても自分勝手でしょ。それでも大人なの。飲むにしてもせめて周りに迷惑かけない程度に自制しなさいよ。うるさい、私に偉そうなこと言うな。話は平行線。ボスママが反省する気配はなかった。しかし私は水をかけられたのだ。黙っているわけにはいかない。せめて謝罪くらいはしてもらわないと気が済まない。誰が悪いのかなんて一目瞭然でしょ。ちゃんと謝りなさいよ。なんで私が謝らなきゃいけないのよ。ふざけないで。ふざけてるのはあなたでしょ。水をかけられたくらいでそんなにごちゃごちゃ言うなんて、あなた心が狭いわね。ヒステリーな女は嫌われるわよ。まあもう嫌われてるかもしれないけど。そう言い高笑いするボスママ、どこまで人をバカにすれば気が済むのだろうか。いい加減にして、謝る気がないんだったら倍返しするよ。その言葉を聞くとさらに大きな笑い声を上げるボスママ。倍返し？あなたにそんなことやれるの？やれるもんならかかってきてみなさいよ。その瞬間、私は近くにあった水の入ったコップを手に取る。そして、キャー！ボスママの顔面に水をかけた。あんた！何よ、倍返しにするって言ったじゃない？ふざけんな！そう怒声を上げたボスママは私の髪の毛につかみかかってきた。私も負けじとボスママの髪の毛を引っ張る。そこからはめちゃくちゃだった。互いに暴言を吐き散らしながら髪の毛を引っ張り合う。そしてパンという乾いた音が2回響いた。ボスママが私をビンタし、私もその後ボスママにビンタしたのだ。そして私たちは他のママ友に引き離される。あんたぶったわね。あんたが先にやったんじゃない。そんなの関係ないわよ。あんたみたいな女が私に手を出していいわけないでしょ。何その言い方。あなたどれだけ人を下に見てるのよ。私はダメで、あんたは手を出していいってわけ。その通りよ。あんたが自分を私と同じ立場だなんて思ってるから腹が立つのよ。あんたは私にへりくだってずっと言うこと聞いておけばいいのよ。私に逆らってんじゃないわよ。何よそれ。あんたがどれだけ偉いって言うのよ。私は偉いのよ。
すると、ボスママは衝撃的な言葉を口にした。だって、私の旦那は小山組のヤクザなんだからね。その言葉に、ママ友全員が驚きの表情を浮かべた。ボスママの旦那がヤクザだという話は、全員が初耳だったのだ。ヤクザ？そうよ。だから私に逆らったあなたは終わりよ。うちの旦那があなたに報復するから。ボスママの態度のでかさを見れば、旦那がヤクザだという話も信憑性があるように思えたが、どこか嘘っぽくもある。そこで私はボスママに言った。あなたの旦那本当にヤクザなの？どうせそういう嘘をついて私たちをビビらせようとしてるだけでしょ？本当よ。あなたそんな態度取ってたらもう絶対許さないわよ。あっそう。じゃあ今からここに旦那を呼び出してみなさいよ。もしもボスママの旦那が本当にヤクザだったら、普通はそんなことを言うべきではないだろう。しかし私はあえてここに旦那を呼び出せと言った。というのも、仮に本物のヤクザだったとしても私には奥の手があるからだ。あなた信じてないわね。いいわ、旦那を呼び出してあんたのことボッコボコにしてやる。どうぞ呼んでみて。じゃあついでにうちの旦那も呼んでおこうかしら。あんたの旦那なんか呼んでどうするのよ。うちの旦那にボコボコにされるだけじゃない。だったら呼んでも問題ないわよね。勝手にしなさい。とそこで私は他のママ友に先に帰っててと伝えた。ママ友たちは私のことを心配してくれたが、大丈夫だからと言うと、みんな心配そうな目をしながらも店を出て行った。さらに私はボスママに一つ提案をした。店を出ましょう。あなたの旦那ヤクザなんでしょ？これ以上店の中で騒ぎを起こしたら通報されるわよ。その提案にはボスママもすぐに同意した。そして私たちは店を出て、近くにあった人のいない公園に行った。それから私たちは互いに旦那に電話をかける。うちの旦那は今少し離れた場所にいるということで、40分程度時間がかかるとの話だった。ボスママの旦那もそれくらい時間がかかるという話。そこで私たちは無言でその時間を過ごした。そして44分後。ああ、そう声をかけてきたのはボスママの旦那だった。あなた、この女よ、電話で話した女。はあ、なるほど、あんたがね。そう言い、ボスママの旦那は私に睨みを聞かせてくる。そして、あれのことは本物のヤクザかどうか疑ってたみたいだな。だが残念、俺は本物のヤクザだよ。うちの嫁に手を出したんだ。きっちりそのツケを支払ってもらうぞ。ボコボコにされる覚悟はできたか？怒号を上げるボスママの旦那。その後ろでニヤニヤとした表情で私を見つめるボスママ。とそこで、なあ、お待たせ。そう声をかけてきたのは私の旦那だ。そしてその瞬間、ボスママの旦那の表情が変わる。一気に血の気が引いたのだろう、顔が真っ青になった。そして、服部組長。ボスママの旦那はそうつぶやいた。旦那の様子がおかしいことに気づいたボスママ。どういうこと？組長って。そう旦那に声をかける。すると、ボスママの旦那は上ずった声で答えた。この人は、服部組の組長なんだよ。ボスママの旦那が言うように、実は私の旦那は、服部組という組の組長だ。私が他のママ友たちを先に帰らせたのは、そのことを知られたくないから。私はこれまで旦那が組長ということで様々な人に距離を取られてきた。そのため組長であることをできるだけ隠したかったのだ。すると旦那がニヤニヤしながらボスママの旦那を見ている。そしてまさかのことを言った。お前、川上じゃねえか。ママ友の旦那がヤクザって話は聞いてたが、お前だったのか。
なんと旦那とボスママの旦那は顔見知りのようだったのだ。知り合いなの？私がそう聞くと、旦那はさらに衝撃の言葉を口にする。知り合いも何も、さっきまで会ってたんだよ。え？と驚く私。そもそもボスママの旦那がうちの旦那のことを知っていたことも気になっていたため、私は旦那に事情を聞いた。実は旦那、先ほどまでボスママの旦那が所属する小山組にいたらしい。というのも、小山組の組員が酔っ払って服部組が世話になっている店に迷惑をかけたらしいのだ。それで小山組の組長に話をつけに行ったらしいのだが、小山組は小さな組なのに対して服部組は巨大なヤクザ組織。当然小山組の組長は逆らえるはずもなく、旦那に土下座して謝罪してきたらしい。旦那は、次こんなことがあったら組ごと潰すからなと脅し、今回だけは手打ちにしてやったそうだ。そしてこの時に組長と一緒に土下座していたのがボスママの旦那。私とボスママが同時にそれぞれの旦那に電話をかけ、二人ともここに来るまで同じくらい時間がかかり、同じタイミングで到着したのは二人が同じ場所にいたからだったのだ。それはすごい偶然だね。いや本当だよな。まさかさっき別れた相手とまたばったり会うことになるなんてな。すると旦那はギロリとボスママの旦那を睨みつけた。おい川上、俺は言ったよな、また小山組の人間がうちの知り合いに迷惑をかけたら今度は組ごと潰すってな。いやそれは。お前この状況、まさにその状況じゃねえか。何せ服部組の組長の妻に迷惑をかけてんだからな。すると、でも迷惑をかけたのは俺の妻です。小山組の人間が直接迷惑をかけたわけではないので。ボスママの旦那はそんな言い訳をしてくる。どう考えても言い逃れはできないと思うのだが、彼としても命がけなのだろう。今回起こったことをどうしても小山組と関連付けたくはないようだ。確かにお前の妻は仇の人間だから、俺の妻とただ単に揉めただけだったら小山組は無関係だな。だがそれだけの話じゃねえよな。お前の妻は自分の旦那はヤクザだと言ってうちの妻を脅してきたんだ。そして実際お前はここに来た。もしも俺が来てなかったらお前は俺の妻に手を挙げてたってことだろう。違うか？いやでも実際には手を挙げてないので。そういう問題じゃねえんだよ。旦那の怒号があたりに響く。てめえの妻がヤクザの旦那がいるってことをいいことに、それで人を脅したってことが問題なんだよ。しかもお前、すべての事情を知った上でのこのこここまでやってきたってことだよな。お前がここに来てなかったら見逃してやってもいいが、来たということは完全な共犯だ。どうせお前何度も同じようなことやってんだろ。そんな奴を許すわけねえだろうが。するとボスママの旦那は言い訳するのを諦めたようだ。その場で膝をつき、手を地面につく。そして、この度は本当に申し訳ございませんでした。そう言って土下座した。はあ、今さら謝って済むとでも思ってんのか。許してください、お願いします。てかお前、そもそも悪いだなんて思ってないだろ。そんなことありません、本当に申し訳ないと思ってます。とそこで、あっそう、でも少なくともあんたの妻は悪いなんて思ってないみたいだけどな。旦那はそう言ってボスママを指さした。そう言われ私もボスママを見る。するとボスママは拗ねたような表情で自身の旦那のことを見ていた。おいやお前。ボスママにそう声をかけるボスママの旦那。何？何じゃねえよ、お前もさっさと謝れ。するとボスママは、はぁ？と声を上げる。そして、なんで私が謝らなきゃいけないのよ。そう言い放った。
お前何言ってんだ。このままだとうちの組が危ねえんだぞ。そんなの知らないわよ。私関係ないし。ふざけんな。ボスママの旦那は怒号を上げた。誰のせいでこんなことになったと思ってんだ。そもそもお前がつまんねえことで服部組長の奥さんと揉めるからだろうが。はあ、つまんないことって何よ。つまんねえことだろうが、いつもいつも揉め事ばっかり起こしやがって。しかも自分のせいでこんなことになったのに謝りもしねえってのはどういうことだよ。ふざけんな。だってそれはあなたの組の問題でしょ。私は関係ないじゃない。あるんだよ、バカか。お前は服部組長と揉めたなんてことが知られたら、組長たちは俺に報復してくることになるはずだ。当然その原因はお前にあるんだから、お前だって無事じゃ済まねえぞ。するとボスママは驚きの表情を浮かべた。そうなの。当たり前だろ。ヤクザの世界をなめんな。それが分かったらさっさと謝れ。慌ててその場で土下座しようとするボスママだが、その時私はボスママと目が合った。するとボスママは立ち上がり私を睨む。おい、どうした。私、嫌よ。あの女の前で土下座するなんて絶対無理。なんと、ボスママは謝罪を拒否したのだ。先ほどまで散々見下していた相手に土下座をするのは、プライドが許さないのだろう。本当に、どこまでもわがままで、自分勝手な人だ。本当、めんどくさい人よね。私はボスママにそう言った。あんた何よ、偉そうに。私を見下すな。見下してるつもりはないんだけど、あなたが底辺すぎるから普通にしてるだけで見下しちゃうのよ。あなたが自分からどんどん自分の価値を下げてるんだから仕方ないじゃない。見下してほしくないならもっと一人の大人としてまともなことを言ったらどうなの。ふざけんな。そう言い、私につかみかかってこようとするボスママだが、それをボスママの旦那が止めた。間に私の旦那も入ってくる。逃げんじゃないわよ、こっち来なさい。ボコボコにしてやる。荒ぶるボスママ、本当にどうしようもない人だと。そこであんた危険だな。旦那が静かにそう言った。ああ何よ、あんたは危険な存在だって言ったんだ。もしもあんたを放置しておけば、うちの妻が傷つけられるかもしれないな。するとボスママはにやりと笑った。当たり前よ、この女のこと必ず見つけて襲ってやるわ。この女は私に恥をかかせたんだもの。そのくらいのことされて当然よ、絶対に逃がさないんだから。あんバカやめろ。慌ててボスママの旦那がボスママを止めたが、時すでに遅し、旦那は決断したようだった。そうか、そこまで堂々と言われたらしょうがない。今日の件はあんたの旦那と小山組に報復して終わりにするつもりだったが、それだけじゃ足りないようだな。しっかりあんたにもうちの組が制裁を加えさせてもらうよ。ボスママにとってそれは衝撃的な言葉だったのだろう。驚きの表情を浮かべている。ちょっと待ってよ、なんでそんなことになるのよ。私は関係ないじゃない。何を言ってるんだ。あんたはうちの妻に危害を加えるとたった今宣言したよな。それを聞いた上で俺があんたを野放しにするとでも思ったのか。関係あるとかないとかもはやどうだっていいんだよ。いやよ、そんなことしたら警察に通報してやるから。いいの、そうなったら服部組ごと終わりだからね。あんた警察に通報できる隙があるとでも思ってんのか。それを聞き言葉を失うボスママ。するとその瞬間、ボスママはスマホを取り出した。警察に通報しようとしているのだろう。だがちょっと返しなさい。すぐに旦那がスマホを奪い取る。そんなことしてただで済むと思ってるの、泥棒。そして今度は誰か助けて、ヤクザに襲われてるの。大声で叫び助けを呼ぼうとするボスママ。
その行動で旦那の堪忍袋の尾が切れたのだろう。拳を握りボスママに一歩近づいた。だがそこで、黙れ！そう叫び、ボスママをおとなしくさせたのはボスママの旦那だ。何よ、お前はヤクザの世界を知らなすぎる。そんなことしたら本当に命が危ないんだぞ。でも助けを呼ばなきゃ。助けを呼べたとしても俺たちは助からない。仮にここで服部組長が逮捕されたとしても、服部組の組員たちが報復に来るからだ。ヤクザの組長を敵に回すってのはそういうことなんだよ。俺たちはこの人がここに来た時点で終わってんだ。そんな。そう言い、地面にへたり込むボスママ。ようやく観念したのだろう。そしてその横に再度正座するボスママの旦那。本当にこの度は申し訳ございませんでした。許してください。そう言って頭を下げる。すいませんでした。ボスママもしぶしぶといった感じで頭を下げた。ね、どうするの？私は旦那にそう聞いた。一応反省はしているようだから、許してあげるという選択肢もあるのではないかと思ったのだ。だが、そりゃもちろん許すわけがないだろう。旦那はそう言った。一般社会では許してあげるべきかもしれないが、ヤクザの世界では違う。私もなんとなく旦那はそういうのではないかと思っていた。ちょっと待ってください。そこをなんとかお願いしますよ。お前もヤクザなんだったらわかるだろう。組長の家族に手を出して無事に済むはずがない。それを許してしまったら、服部組に手を出しても何もされないという噂が広まることになる。そうなれば家族はもちろん、他の組員もその家族も俺自身の身も危うくなってくる。お前らを許すなんて選択肢は最初からないんだよ。あの、私がさっきあんなこと言ったせいなら謝ります。だからなんとかならないでしょうか？いや、だから関係ないって話をしただろう。あんたに何を言われても決定は変わらない。とそこでボスママが私の方を見てくる。また何かする気かもしれないと一瞬警戒したのだが、本当にごめんなさい。ボスママはそう言って私に土下座してきた。はい？いや、あのランチ会でのこととか、さっきのこととか。そう言われ、私ははぁと気の抜けた返事をした。てっきりまた襲われると思っていたため気が抜けてしまったのだ。まあ、ランチ会の時は私も手を挙げたんだからもういいわよ。本当に？うん。じゃあ、あなたから旦那さんにお願いしてもらえないかしら？お願い？そうよ。私たちがいくらお願いしても、旦那さんは私たちを許してくれないでしょ？でも、あなたは奥さんなんだから、あなたからお願いしてくれれば、旦那さんも考えを改めてくれるかもしれないじゃない？その言葉を聞き、これが狙いだったのかと、私はようやく気づいた。やけに素直だから、おかしいとは思ったが、やはりボスママは心の底から反省はしていないようだ。なんで私がそんなことしなきゃいけないのよ。だって私たちこのままだと服部組から制裁を受けることになるじゃない。もしかしたら命も危ないかも。知らないわよそんなの。そんなこと言わないでよ。私たちママ友でしょ。友達なんだからちょっとくらいお願いを聞いてくれてもいいじゃない。友達？そう言い、私はボスママを睨みつける。ねえ、今友達って言った？そうよ。別に私とあなたは仲良くないじゃない。たまにみんなで食事に行く程度の仲。それにあなた気づいてないかもしれないけど、あなたの誘い、本当はみんな嫌がってるのよ。あなたはいつもわがまま言うだけだし、ママ友たちの悪口も平気で言うでしょ？みんなあなたのことが嫌いなの。ママ友としての関係性があるから、みんなそのことを言わなかっただけだからね。つまり、私はあなたを助ける気はないってこと。それに、あなたも本音では私のことを友達だって思ってないでしょ？
そこまで言うとボスママは黙ってしまった。しかし目の中には炎が宿っているように見える。怒っているが逆らえないため我慢しているのだろう。そもそも私は組の人間じゃないんだから、服部組のことに口なんか出せるわけないじゃないね。えそう言って話を振ると、そうだな、旦那はそう言った。たとえ妻からお願いされたとしても、あんたたちを許すことはない。この男は小山組とした約束を破ったわけだし、あんたは組長である俺の家族を傷つけると宣言したんだからな。もう何もかも手遅れなんだよ。そう告げられるとボスママはがっくりと肩を落とした。私たちはこれからどうなるんですか。つぶやくようにボスママはそう言った。とりあえずうちの組に来てもらう。そこでしっかり制裁を受けてもらうことになるな。もう安心しな、命までは取らねえからよ。その言葉でボスママは少しだけ安心したような表情を浮かべた。それを見てふっと笑う旦那。え？何がおかしいんですか？いや、なんか助かったみたいな顔してるからよ。でも命までは取らないんじゃ。なあ、取らないよ。だがその後が問題だろ。俺たちはあんたたちに制裁を加えた後、小山組を潰しに行く。当然その時にはなぜこんなことになったのか全て事情を話すだろう。そうなったらあんた、小山組の連中全員から恨まれることになるんだぜ。小山組は消滅するが、その残党はあんたへの恨みを晴らすために何をするだろうな。もしもそういう奴らにあんたが見つかったら、今度こそ本当に命を取られることになるだろう。そんな。ま、それもこれも全部あんたがやったことだ。自分で責任を取るといい。あんたらを俺が解放して実際に小山組に行くまではちょっとくらい時間があるはずだから、その間にあんたたちは逃げるといいさ。ま、小山組の残党から逃げ続けるっていう逃亡生活を送ることになるけどな。それを聞きボスママは絶句していた。当然だろう、ボスママの人生は終わったようなものなのだから。一生逃げなきゃいけないってわけじゃないさ。10年も逃げ続ければさすがに小山組の残党も諦めるだろう。偶然見つかるなんてことさえなきゃ安心だ。だから人のいない田舎で一生過ごすんだな。その瞬間ボスママの目から涙がこぼれ落ちた。地面に頭をつけ叫び声のような泣き声を上げる。よし、お前ら出てこい。急に旦那がそんな合図を出した。すると公園の外から数十人の男たちが姿を現す。今まで気づかなかったが、旦那は組員たちをずっと公園の外で待機させていたのだろう。道理で公園に誰も人がやってこなかったわけだ。連れて行け。旦那のその言葉で組員たちはボスママとその旦那を連行していった。絶対許さないから。連行される直前、ボスママは私に向かってそんな捨て台詞を吐いた。私を脅したから連れて行かれることになったのに、またそんなことを言うとは。ボスママは反省など全くしていないのだろう。きっとこれから地獄の日々を味わうことで、ようやく今日やったことを後悔する時が来るのかもしれない。その後旦那はボスママたちと事務所に行ったため、私は一人で家に帰った。とそこで電話が鳴る。その相手はママ友の水野さん。今日一緒にランチに行ったママ友の一人でもある。美咲さん、よかった、大丈夫だった？電話に出ると水野さんは心配そうにそう言ってくれた。ボスママが自分の旦那はヤクザだと宣言した後、私を置いて帰る形になったのだから心配するのも当然だろう。大丈夫大丈夫、なんとかなったから。なんとかって川上さんの旦那さんヤクザだったんでしょ？本当に大丈夫？今からでも警察に通報した方がいいんじゃない？警察に通報されたら私の旦那がヤバいことになってしまう。だから私はなんとかごまかそうとした。しかしなかなかごまかすことができない。
そこで私は水野さんに正直に旦那のことを話した。今まで何度も旦那がヤクザだとバレて友達を失ってきた私。水野さんや他のママ友との関係もこれまでかと覚悟した。だが、大丈夫よ、他の人には言わないから。それに美咲さんは美咲さんでしょ。だったら私たちの関係も変わることなんてないわよ。水野さんはそう言ってくれた。水野さんの言葉は私にとってすごく温かく心に染みる言葉だった。こんなことを言ってくれる人はなかなかいないだろう。私のすべてを知った上で理解してくれる唯一の友達のことを私は一生大切にしていこうと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は浦野秀次、45歳。その日、俺は行きつけのスナックで酒を飲んでいた。だが、そこで面倒なことが。俺の他に3人組の若い男性客がいたのだが、その男たちが店内で大きな声で騒いでいたのだ。ある程度俺も我慢したのだが、さすがに我慢の限界。なあ、あんたたち、もっと静かにしてくんねえか。俺はそう三人に注意をした。すると、あ？てめえに関係ねえだろ。男たちはそんなことを言ってきたのだ。関係はあるだろう。俺も一緒に店内で酒を飲んでるんだ。こんなとこで騒がれたら迷惑で仕方ない。迷惑かどうかなんて知ったこっちゃねえよ。なんで俺たちがあんたみたいなおっさんの命令を聞かなきゃいけないんだ。と、そこで。そうっすよね。おっさん、偉そうなんだよ。あんたのせいで酒がまずくなっちまったじゃねえか。どうしてくれんだ。他の二人の男も口々にそんなことを言い出す。面倒なことになってしまった。おいおい、別に命令なんてしてないだろう。ただ単にもっと静かにしてくれと言ってるだけだ。それが命令だって言ってんだろうが。おっさん、バカなのか。その言葉に俺はだいぶイラッとしてしまった。ずいぶん口が悪いんじゃないか。はあ？年上の人間に対してバカなんて失礼にも程があるだろう。もう少し年上を敬った方がいいんじゃないか。なんでお前みたいな見ず知らずの他人を敬んなきゃいけねえんだよ。それにお前は急にごちゃごちゃ言ってくる迷惑なおっさんじゃねえか。敬ってほしいなら敬われるようなことをお前がしろよ。年上だからといって無条件で敬ってもらえると思うな。本当に生意気なガキだな。俺がそう言った瞬間、空気がピリついた。三人の男は俺を睨みながら立ち上がり、俺も男たちを睨みつける。と、そこで。お客さんたち、そこら辺にしておきませんか。そう言ったのはスナックのママだ。俺たちのやりとりを遠巻きに眺めていたのだが、そろそろ止めないとやばいと判断したのだろう。ね、秀次さんももういいでしょ。ママにそう言われ、俺も引き下がろうとする。だが、おいてめえ、逃げんのかよ。男がそう噛みついてきた。もういいだろう。何か言いたいことでもあるのか。山ほどあるに決まってんだろな。お前のせいで
せっかくの楽しい酒がまずくなっちまったんだ。土下座して謝罪しろ。土下座？そうだよ。本当に子供だな。謝ってもらわないと引くことができないなんて、どれだけプライドが高いんだ？うるせえや。俺のこと見下してんじゃねえぞ。見下されるようなことをやらなきゃいいじゃねえか。てめえ、調子に乗りやがって。俺のことは誰だと思ってる？すると、男はまさかの言葉を口にした。俺たちは宮沢組のヤクザだぞ。なんと男は自分のことをヤクザだと言ったのだ。宮沢組ね。俺はそうつぶやいた。宮沢組という組のことは俺も知っている。それほど大きい組ではないが、確かに存在する組だから、男の言っていることは本当だろう。なんだおっさん、俺たちがヤクザだと分かってビビっちまったのか。だが今更遅えぞ。謝ったところで許してやんねえからな。その言葉に俺はふっと思わず笑ってしまった。そんなことで俺がビビると思っている男の浅はかさが面白かったのだ。てめえ、何笑ってんだ。俺が笑ったのを見て男は怒号を上げる。さらに、おいおっさん、俺たちのことを舐めすぎなんだよ。こっちが本気になったらお前のことなんてどうにでもできるんだからな。そうだぞ。お前どころかお前の家族も痛めつけてやろうか。お前の人生ぐちゃぐちゃにしてやってもいいんだぞ。他の二人の男も怒声を上げた。ああ、悪い悪い。お前らの浅はかすぎる考えが面白くてな。宮沢組だって言えば相手がビビってくれると期待してたんだろ。でも残念だったな。俺はそんなことじゃビビらねえよ。てめえ、強がってんじゃねえぞ。本気でうちの組の連中全員でお前のことを潰してやってもいいんだからな。へえ、それは楽しみだ。俺はそう言いながらニヤニヤとした表情を男に向けた。すると、ニヤニヤした顔をやめろ。あんたの顔ムカつくんだよ。そんだけ俺たちのこと舐めてんだったら今からやってやるよ。表出ろや。男はそう怒号を上げた。とそこで、お客さん、再度そう声をかけてきたスナックのママ。またあんたかよ。さっきから鬱陶しいんだよババア。あなたたちもうやめておきなさい。命が惜しいならそのお方だけはやめた方がいい。その言葉でピタリと動きを止める三人。すると、何言ってんだお前、頭おかしいのか。そんなことを言いながら三人は大きな笑い声を上げた。ヤクザなのは俺たちだぜ。あんたこのおっさんがヤクザだと勘違いしてんのか。ちゃんと話聞いとけよババア。今危険なのは俺たちじゃなくてこのおっさんなんだよ。何をどう間違えたらそういう言葉が出てくんだよ。もうボケちまったのか。そういうことではなくてですね、私は本当にあなたたちのことを心配してるんです。はあ？とにかくもうお帰りになってください。それが自分自身のためですよ。すると、うぜんだよ。男がそう言い、ママの手を払いのけた。
調子に乗ってるとこの店ごとぶっ潰しまうぞ。俺たち宮沢組ならそんなの朝飯前だからな。それが分かったらババを引っ込んでろ。邪魔なんだよさっきから。次なんか言ってきたら容赦しねえからな。よく覚えとけ。ママを脅し暴言を浴びせる三人。俺はそんな三人の前に立った。あ？てめえ、何睨んでんだよ。俺は怒りに震えていた。男たちがやった行為が許せなかったのだ。お前ら宮沢組は、仇の人間にも手を出すのか。あ？何言ってんだお前。ママは関係ないだろう。なのに手を払いのけ店を潰すと脅した。許されない行為だ。ごちゃごちゃうるせんだよ。仇に手を出すのが許されない？ふざけんな。俺たちに逆らうやつは全員敵なんだよ。相手が仇かどうかなんて関係ねえんだ。その言葉で俺は腹を決めた。この男たちを俺は許さない。お前ら最低のクズだな。俺がお前らをきっちり指導してやるよ。俺の言葉を聞くと男たちは笑い出した。指導？何偉そうなこと言ってんだお前。俺らの上司にでもなったつもりかよ。てか、きっちり指導してやりたいのは俺たちの方だよ。わからず屋のお前にヤクザに逆らったらどうなるのか、しっかり体で覚えさせてやりたいもんだぜ。ギャハハと汚い笑い声を上げる三人。だが、体で覚えさせる？じゃあ、やってみろよ。俺がそう言うと、三人の笑い声がピタリと止んだ。あ？やってみろって言ってんだよ。お前らごときには何もできないだろうがな。すると、てめえ、いい加減にしろよ。パリンという音が店に響く。男がグラスを投げつけたのだ。挑発され、男も切れたのだろう。だったら今ここで、お前のこと、ボコボコにしやるよ。お前ごときに、そんなことができるのか？舐めてんじゃねえ。お前みたいなおっさんが、俺に勝てるわけねえだろうが。しかも、こっちは三人だぞ。お前らみたいな雑魚、一人だろうが三人だろうが、何も変わんねえんだよ。ゴミはいくら集まってもゴミだ。お前、命がいらねえみたいだな。すると、三人は俺を囲んだ。そして、やっちまえ！その言葉とともに、三人が俺に飛びかかってきた。最初に、俺の顔面に拳を伸ばしてきた男。俺はその男の腕を掴んだ。そしてそのまま体を反転させ、腕を背負うようにすると、男の体が浮く。一本背負いだ。男が宙を舞っているため、他の二人は近づけない。男は床に背中から叩きつけられ、そんな悲鳴を上げた。他の二人は驚きの表情を浮かべている。てめえ。今度は別の男が俺に向かって、拳を伸ばしてくる。だが、またその腕を掴んだ俺。そしてそのままひねり上げて、関節を決める。俺は男の背後にいるため、もう一人の男は仲間が邪魔で、俺に攻撃できない。そしてその間に、
俺は腕をひねり上げた男の背後から手をそっと顔に伸ばし、そのまま目の中に指を入れた。目を押さえ、男は床を転げ回る。残るは一人。お前、一体何なんだ。喋ってねえでさっさとかかってこいよ、ゴミクズ。うるせえ。俺の顔面に手を伸ばしてくる男。だが俺はそれを首を傾けかわした。そしてそのまま俺の拳を男の顔面にぶつける。うわ、まだだぞ。さらに俺は2発男の顔面に拳を振り落とした。いや悲鳴を上げて床に倒れ込む男。これで完全に勝負ありだ。くそ、お前一体何者なんだ。男にそう聞かれ、俺は考える。そろそろ教えてあげてもいいだろう。同業だよ。俺の言葉に、はぁ？と気の抜けた声を上げる男たち。だから俺もヤクザだって言ってんだよ。俺は裏の組の組長だ。衝撃の言葉に男たちは驚愕の表情を浮かべた。裏の組？裏の組だと？そうだって言ってんじゃねえか。裏の組はこの辺りで一番大きな組だ。宮沢組と比較すればはるかに大きなヤクザ組織。小さなヤクザ組織が大きなヤクザ組織に手を出せばどうなるかは男たちがよくわかっているだろう。もちろんとんでもない制裁を受けることになる。だからこそ男たちは驚愕の表情を浮かべているというわけだ。嘘だろ。このおっさんがあの裏の組の組長。マジかよ。マジだよ、ガキども。さて、お前らのことをどうしてやろうか。低い声で俺が男たちをそう脅すと、男たちは急に狼狽し始めた。当然といえば当然だろう。裏の組を敵に回したとなれば、ただでは済まないのだから。すると。この度は、大変申し訳ございませんでした。すいませんでした。ごめんなさい。三人は土下座し、それぞれに謝罪してきた。お前ら、今更謝って、どうにかなるとでも思ってんのか？いや、本当に何とお詫びしていいのか。詫びなんて入れなくていいよ。どうせ許さねえんだから。そんなこと言わないでくださいよ。さっきと打って変わって、へり下るようにして、男はそんなことを言ってくる。本当にちょっと酔っ払って、それで調子に乗ってしまっただけなんです。今は完全に酔いが覚めたので、とてつもなく反省しています。なあ。その通りです。これまでの人生で、これほど反省したことなんてありません。逆に、こんな反省してる人、見たことありますか？多分ないはずです。何せ、それくらい反省してるので。我々は、二度とこんな過ちを繰り返さないと約束できます。絶対に同じことは繰り返しません。ですので、今回のことは水に流していただいて、なんとか許してもらえないでしょうか。お願いします。そう言って、三人は再度頭を下げた。お前らの言葉には全く心がこもってねえよ。その場しのぎで
適当なことを言っているようにしか聞こえないな。実際、お前ら全く反省してねえだろ。今この場をどう乗り切るかしか考えてないんじゃないか。それに、そもそもお前らが反省してるかどうかなんて知ったことじゃない。そんなのはどうでもいいんだ。お前らが反省してようとしてなかろうと、俺はお前たちに厳しい制裁を加えるからな。ちょっと待ってくださいよ。もう少しだけ考えてもらって。考える余地なんてねえんだよ。ふざけんな。お前らは裏の組の組長である俺に手を挙げたんだぞ。そんなことされて許す組長がどこにいるって言うんだよ。ですので、裏の組長が初めての人になるっていうのも悪くないのかなと思って。組長史上初ですよ。パイオニアです。うるせえよ。そんなことで有名になんてなりたくねえんだよ。それに、そんな噂が広まったら恥さらしでしかねえだろうが。あそこの組長は甘いって言われるんだぞ。そんなことを知らずに。黙れ。てめえらにはこれから地獄見せてやるからな。覚悟しとけ。そんな。そう言うと、男たちはがっくりと肩を落とした。そもそも、お前ら宮沢組っていうのは、いい噂聞かねえよな。そのことは、前からうちの組でも問題になってたんだ。宮沢組の人間が、仇の人間に手を挙げたり、脅して金を取ったりしてるらしいってな。お前らが宮沢組だって聞いた時も、やっぱりかと思ったくらいだよ。それで俺は決めた。お前らを見ていて、よーくわかった。お前ら宮沢組は、存在してはいけない組だ。そして俺は、男たちの目をまっすぐに見て、口を開く。だから俺たち裏の組で、お前たち宮沢組を潰す。俺のその言葉を聞くと、男たちは驚きの表情を浮かべた。潰すって？完全に消滅させるってことだよ。勝ち込みに行って、お前らの組を完全に解体させる。ちょっと待ってください。そこまでしなくていいじゃないですか。今回の件だけが原因ってわけじゃねえ。今までにお前らがやってきたこと、すべてが原因なんだ。恨むんなら、過去の自分を恨むんだな。そんな。ちょうどいい。せっかくお前らもいるんだから、宮沢組の組長をここに呼び出そう。え？お前、電話して組長をここに呼び出せ。でも。俺の機嫌が悪くならないうちに電話をかけた方がいいと思うぞ。その言葉にビクッと反応する男。そして、わかりました。すぐに電話します。電話すると組長がここに来るまで20分ほどかかるということだった。そして20分後。本当にうちの組員が失礼なことをして申し訳ございませんでした。スナックにやってきた宮沢組長は土下座して謝罪してきた。宮沢組長、あんたも組長ならわかるだろう。謝罪したところで何も変わんねえんだよ。俺がこいつらを許すことはない。分かっております。いいね、理解が早い。まあ、顔を上げて、じっくりその顔を見せてくれよ。すると、宮沢組長は顔を上げた。ああ、なるほどね。確かに悪そうな顔してるな。さすが、仇に手を出すことで有名な組なだけある。
そんな仇に手を出すなんて。出してるだろう。実際この三人は俺のことを仇だと思ってたのに手を出してきた。それにうちの組には宮沢組が何をやったのかって話がよく舞い込んでくるよ。悪い噂ばっかりだぜ。あの組のヤクザはチンピラと変わらない。それがこの辺のヤクザの共通認識だ。それはただの噂と言いますか。お前、俺を誰だと思ってる。裏の組の組長だぞ。同じ裏の世界にいれば裏の世界の情報網に乗っていろんな情報が流れてくるんだ。俺の耳に入った情報がただの噂なわけねえだろ。そう言うと宮沢組長は黙ってしまった。やはり噂の内容は真実だということだろう。それでだ、もうこいつらには話したんだが、決めたことがある。決めたことですか。ああ、俺たち裏の組で宮沢組を完全に消滅させる。それを聞くと宮沢組長は目を見開き、驚きの表情を浮かべた。当然といえば当然だろう。今目の前で自分の組を潰すと言われたのだから。なぜそんなことに。なぜ、理由なんて山ほどあるだろう。心当たりも山ほどあるはずだ。お前らみたいな仇に手を出すヤクザはただのチンピラだ。いなくなればみんなが喜ぶだろう。もちろん俺たちもお前らの存在は邪魔だから当然喜ぶべきことだ。ちょっと待ってくださいよ。いくらなんでもそれは横暴すぎます。あんたバカなのか。ヤクザはいつだって横暴なもんだろう。それはそうなんですが、あのお金でしたらしっかり払わさせていただきますので。金なんていらねえんだよ。しかもその金は仇から騙し取った金だろ。そんな金受け取るはずがねえだろうが。それではうちの島をいくつか差し上げますので。お前らを潰せばどっちにしろお前たちの島は俺たちのもんだ。そんな今まで自分たちがやってきたツケを支払う時が来たんだよ。天罰だと思って諦めるんだな。すると宮沢組長は再度姿勢を正し、正座したまま頭を下げた。お願いします、組を潰すのだけは勘弁してください。俺にも家族がいるんです。もしも組がなくなって化石がなくなったらうちの家族はどうなってしまうんですか。全員路頭に迷ってしまいます。それに俺だけじゃありません。組員の中にも家族がいる組員はたくさんいます。そいつらのためにもどうか今回だけは多めに見てください。お願いします。何言ってんだあんた。組がなくなったら普通に働けばいいだろう。それで家族を養っていけるはずだ。結局お前はヤクザのまま楽に大金を手にしたいだけじゃねえか。普通に働くのが嫌なだけだろ。それにお前らが金を騙し取ってた仇の人間にも家族がいたはずだよな。お前らはそういう家族を苦しめて得た金で自分たちの家族に贅沢をさせてたってことだ。それを考えたらどっちがいなくなるべきかは一目瞭然。間違いなくお前らがいなくなるべきだ。ですがそこまでしなくても。黙れ。俺がそう一括すると宮沢組長はビクッと反応した。てめえの都合なんか知ったこっちゃねえんだ。俺がお前たちを潰すと言ったら潰すんだよ。
お前らのお願いも聞いてやる筋合いもねえ。お前らに優しくしてやる理由もねえ。あるのはお前らを潰す理由だけだ。分かったか。俺がそう言うと宮沢組長は黙った。俺はそれを見てようやく観念したのだろうと思った。だがそれは大きな勘違いだったということにすぐに気づかされる。ママ悪かったな、長々と。俺はそうママに話しかけた。ああ、いえいえ。これからこいつらを事務所に連れて行くからもう終わりだ。割れたガラスの料金は。秀次さん、後ろ。血相を変えたママがそう叫ぶ。俺がパッと後ろを振り返った。すると背を向けるなんて裏の組の組長も大したことねえな。宮沢組長は俺にそう言った。その手には拳銃が握られており、銃口が俺に向いている。はあと俺はため息をついた。ようやく全て終わったと思っていたのだが、まだ長くなりそうだ。拳銃なんて持ってきてたのか。そりゃそうだろう。裏の組の組長がいるって言うんだから警戒するのが当然だ。そして宮沢組長はにやりと笑う。これで立場が逆転したな。お前はもう俺に逆らえない。逆らえない？なぜだ？おいおい、強がりはよせよ。あんた、このスナックにたまたま来たんだろ？だったら、拳銃も持ってないはずだ。ああ、確かに、持ってないな。いくらあんたが強くても、拳銃には勝てねえだろ。どうだ？その通りだな。お前のとこの組員は素手だったからよかったが、さすがに拳銃を持った相手には何もできない。だったら大逆転だろうが。さーて、それはどうかな。俺はつぶやくようにそう言った。てかお前、俺に拳銃を向けてその後どうするつもりなんだ？は？俺を撃ったとしても必ずうちの組員がお前らに報復をする。そうなればお前たちの命は確実に消えることになるだろう。ああ、なるほど。そうやって脅せば俺を止められると思ってるからそんなに余裕なんだな。だが残念、その手には乗らねえよ。お前も撃ったらそこにいる女も撃つ。幸い目撃者はあんたら二人だけだからな。それで全てをきれいに処理すればあんたは突然消えたってことになるだろう。まあ、裏の組の情報収集力を使えばバレちまうかもしんねえが、そこは賭けだな。このままやすやすと組を潰されちまうよりかは、希望がある方に賭けた方がいい。なるほどね。頭が悪いなりに、一応考えてんだな。舐めた口叩いてんじゃねえ。俺のことをさっきから見下しやがって。目に物見せてやるよ。と、そこで。おいお前ら。宮沢組長は組員の三人に声をかけた。お前ら、何か縛るもの持ってこい。あと、車も手配しとけ。え？バカが、なんでわかんねえんだ。ここで撃ったら、発砲音で誰かに気づかれるかもしれねえだろうが。それに後処理にも時間がかかる。山でこいつらを処分するからその準備をしろって言ってんだよ。すると、組長。あ、なんだよ。やめておいた方がいいと思いますけど。まさかの言葉に驚きの表情を浮かべる宮沢組長。は？何言ってんだ？てめえビビってんのか？いや、だって。バカ野郎。ここでこいつらを逃がしたら、俺たちが危ねえんだぞ。当然、お前もやばいんだよ。
だったらこいつらをしっかり処分した方がいいだろうが。なんでそれがわかんねえんだ。違いますって。そういうことじゃなくて。あ？いや、だから、組長が来る前のことなんですけど。と、そこで。おーい、出てきていいぞ。俺はそう声を上げた。するとその瞬間、店の入り口からわらわらと10人ほどの男たちが入ってくる。そして全員が宮沢組長に拳銃を向けた。ちょっと待て、なんだこいつら。うちの組員だよ。俺がそう言うと、宮沢組長は驚きの表情を浮かべる。裏の組の組員？そうそう、実はあんたがここに到着する間にうちの組員を呼び寄せて外で待機させておいたんだ。その様子をそこにいる3人組は見てたから、あんたのことを止めようとしたってわけだ。嘘だろ。お前らもうちょっと早く言えよ。だって組長が話聞かないから。黙れ。あんたがここに来てどういう反応をするか見ておきたくてな。あんたの態度によっては少しは制裁を緩めてやろうかとも思ってたんだが、結果は最悪だったな。お前は俺の命を狙った。もうお前は終わりだよ。くそ。消え入りそうな声で宮沢組長はそう言い、その場で膝をついた。拳銃も手からこぼれ落ちる。最後のチャンスをお前は棒に振ったんだよ。お前が光だと思ってたものは地獄に続く扉から漏れ出る光だったってことかもな。まあそれもこれもお前の普段の行いが招いたことだ。あとは地獄で後悔しな。そして俺は組員に言う。おい、こいつらを事務所に連れて行け。4人全員だ。組員たちが手際よく4人を連行していく。そして俺もその後に続いた。これでようやくスナックで起きたトラブルは一区切りがついたというわけだ。後日、俺はまたあのスナックで酒を飲んでいた。他の客もいなくなり、ママと二人きりになったところで、ママが口を開く。あの件は大丈夫でしたか？このスナックで宮沢組と揉めた件のことを言っているのだろう。大丈夫だよ。もう全部終わったから。俺はそう答えた。そして、悪かったな。ママにも迷惑をかけちまった。ママにそう謝罪した。いえいえ、お世話になってますから。むしろ、私がお礼を言わなければいけないくらいです。いつも守ってくれてありがとうございます。まあ、兄貴のためだからな。実はママは、俺の兄貴の妻だ。しかし兄は、10年ほど前に病気で亡くなってしまった。その時ママは生きる希望をなくし、今にも消えてしまいそうな状態だった。家族のことを頼む。兄が亡くなる直前、俺は兄にそう言われた。だから兄が亡くなった後、金銭的な部分はかなりフォローさせてもらった。この店の開業資金も俺が出したほどだ。それにより、ママは生きる希望を取り戻したというわけだ。子供たちは元気か？俺はママにそう聞いた。ええ、元気ですよ。どうやらあの子、彼女ができたみたいでね。ほう、そうなのか。兄貴の子供たちが元気に過ごしてくれていることが、俺にとっての一番の幸せだ。そうか、彼女か。兄貴にも知らせてやんねえとな。俺はそうつぶやき、
酒をもう一杯注文した。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は崎森すず、37歳。高級旅館で若おかみとして働く私は、その時間フロントで接客をしていた。しかしそこで酒に酔って騒ぐカップルを発見。他の客も迷惑そうにそのカップルを見ていたため、私は彼らに近づき、お客様、他のお客様のご迷惑になりますので、と丁寧な口調で注意した。だが、なんでてめえにそんなこと言われなきゃいけねえんだよ。男は大きな声でそんなことを言ってくる。さらに、そうよ、あんたなんかに命令される筋合いなんてないわ。女の方も大きな声で言ってきた。つまり私はかなり面倒な客に絡まれてしまったというわけだ。命令というわけではなく、お願いでございます。あまり大きな声を出されると驚いてしまわれるお客様もいらっしゃいますので。あ、誰が驚いてるって言うんだよ。あいつか、それともあいつか。男は他の客に指を差しながら乱暴にそう言った。誰ということではなくてですね。なんだよそれ。誰ということでもないってことは、迷惑してる客なんていねえってことじゃねえか。そうよ、そんな適当なこと言って私たちに注意してくるなんておかしいじゃない。何、私たちに恨みでもあるの？今一番迷惑かけられているのは私たちなんですけど。ほんとその通りだよな。ふざけんじゃねえぞ。客を理不尽な目に合わせるなんて、この旅館はどうなってんだよ。注意すればするほど男たちは騒ぎ立てる。さすがに私もイライラしてきてしまった。お客様、これ以上騒がれるとこちらとしてもそれなりの対応をしなければなりません。それなりの対応？なんだよそれ。お帰りいただくか警察を呼ぶか、そういう話になってしまいます。私がそう言うと男の表情が一変した。鬼のような怒りの表情を浮かべたのだ。そして、ふざけんじゃねえぞてめえ。男は恫喝するように怒号を上げた。なんで俺たちが帰んなきゃいけねえんだ。てめえ舐めてんのか。そうよ、ちゃんとお金も払ってるのに帰らなきゃいけないなんて詐欺よ。ほんとそうだよな。しかも警察だとか抜かしやがって。あんまり調子こいてるとお前ぶっ飛ばすぞ。そんなことをしたらそれこそ警察を呼びますよ。お客様、もっと常識というものを持ってください。私には他のお客様の快適な時間を守る義務がございます。ですので、どうしても私の言うことを聞いてくれないということであれば、そういう対応をせざるを得ないんです。お前の都合なんか知ったこっちゃねえんだよ。あんまり舐めたこと言ってるとマジで痛い目に遭わせてやるからな。それは脅しですよ。今すぐ警察を呼んでもいいのですが。すると男は鋭い目を私に向けてきた。お前には本当の恐怖ってやつを味合わせてやんなきゃいけねえようだな。そして男はまさかの発言をする。俺はヤクザだぞ。区民の連中全員でこの旅館を潰してやってもいいんだからな。なんと男はヤクザだったのだ。俺たちの手にかかればこの旅館を潰すなんて簡単だぞ。毎日俺たち組員がこの旅館に嫌がらせして客が来ないようにしてやるよ。警察なんて呼んでも無駄だからな。そんなことしたら別の組員がお前らに報復をする。何せ俺は組の若頭だからな。若頭の俺が逮捕でもされたらうちの組長が黙っちゃいない。家族を危険な目になんて合わせたくねえだろ。そして当然お前自身の命も
危険にさらされると思えよ。ああ、彼を怒らせちゃった。こうなるくらいなら最初から私たちに注意なんてしなけりゃよかったのに。でもしょうがないわよね。だってあなたが理不尽なことを言ってきたんだもん。このままじゃ私たちも簡単には収まらないから、許してほしかったらちゃんといろいろ考えなさいよ。意味わかる？謝る程度じゃ済まないってこと。世の中にはお金を払って問題を解決するって方法もあるからね。そして二人はギャハハと下品な笑い声を響かせた。男がヤクザだったというのはかなり予想外だった。ただのマナーの悪い客だと思っていただけに、さすがに私も驚いた。しかし、だからといって私が意見を譲るということはない。ある事情があって私はヤクザが相手でも全く恐怖を感じないからだ。じゃあまずはこの旅館の料金をタダにしてもらおうか。それに謝罪金も支払ってもらわなきゃな。謝罪金？当たり前だろ。これだけ俺たちに迷惑かけたんだからな。それが分かったらさっさと金を用意しろ。これは先森組若頭の命令だ。逆らったらうちの組長を呼んで暴れ回るぞ。それを聞き私は再度驚く。男が先森組の若頭だということを知ったからだ。お客さん、先森組の若頭だったんですね。おお、なんだ、知ってんのか。だったら話が早いな。先森組を敵に回したらどういうことになるかもよくわかってるだろ。うん、まあよくわかってますね。そして確かに敵に回したくはありません。だったらさっさと金持ってこい。わかったか。男の言葉に私は思わず笑ってしまった。ずっと我慢していたのだがこらえきれなかったのだ。てめえ何笑ってやがる。激高する男。当然だろう。だがそうして激高していることすら面白い。その姿があまりにも滑稽な姿だからだ。いや、あなたが何も分かってないのに怒ってるっていうのがツボで。何も分かってない？てめえ何言ってんだ。だってあなた先森組の若頭なんですよね。そうだって言ってんだろうが。てめえどんだけ笑ってんだよ。いや、こんな偶然ってあるんですね。とそこで男の後ろの方に旦那の姿が見えた。実は私の旦那もこの旅館で働いているのだ。それを見てそろそろ男にネタバラシをしてあげてもいいだろうと私は思った。てめえいい加減にしろよ。ただじゃおかねえからな。あなたもう終わりよ。彼をここまで怒らせたんだからお金を払っても許してあげないからね。その通りだ。もうこうなったら金じゃ済ませられない。組長呼んでこの旅館ぶっ潰してやるよ。へへ、組長を？でもその必要はないんじゃないかしら。私の言葉にキョトンとする二人。は？何言ってんだてめえ。組長なんて呼び出す必要はないってこと。だって今いるんだから。もうすぐあなたの目の前に現れるわよ。私の言葉にはぁ？と男は声を上げた。そしてその時だった。おい、揉めていることを察知したのだろう。旦那が私たちの元までやってきて男にそう言った。くるっと振り返る男。そして旦那の顔を見ると、組長。驚愕の表情でそう言った。この男が言う通り、私の旦那は先森組の組長だ。つまりこの男は旦那の部下ということになる。お前、平井じゃねえか。なんでお前がこんなところにいるんだ。旦那も少し驚いた表情を浮かべそう言った。なんでって、俺たちは旅行で。ああ、そうなのか。彼女と？あ、はい。そりゃいいな。で、お前らなんか俺の妻と揉めてなかったか？
それを聞き、再度驚く男。私と旦那の顔を何度も交互に見て後ずさりした。妻って、この人が組長の？そうだよ。俺の妻だ。顔が真っ青になっていく平井。それもそのはず。平井にとってみれば最悪の状況だ。ちょっと待ってください。俺、わけわかんないっすよ。だって組長、その服、この旅館のスタッフの服ですよね。ってことは組長、ここで働いているってことじゃないっすか。組長、この1ヶ月くらい組の仕事休んで、どこかに行くって話は聞いてましたけど、なんで奥さんと一緒にこんな旅館で働いてるんですか。ああ、それはな、ちょっとした事情があってだな。事情？実は、この旅館のおかみと私たち夫婦は昔から付き合いがある。かなりお世話になった恩人のような人なのだが、そんなおかみと旅館のスタッフが乗った車が1ヶ月ほど前、事故を起こしてしまった。幸い、命は全員無事だったのだが、全員が入院することになり、この旅館は一気に人手不足に。そこで私たち夫婦は、おかみやスタッフたちが戻ってくるまで素性を隠し、この旅館の仕事を手伝うことになったのだ。組の仕事を若頭たちに任せて申し訳ないとは思ったんだけどな。まあ、あいつらなら何とかしてくれるだろうと思って。確かに若頭なら安心だと思うんですけど。そうか、そういうことだったんですね。ようやく私たちがここで働いている理由を理解した平井。だが、もちろんそれだけで話が終わるはずはない。と、その前に聞いておきたいことが私にはあった。あのさ、聞きたいことあるんだけど。あ？若頭って、その人じゃないの？私がそう言うと、平井の眉がピクッと動いた。平井は先ほど自分が若頭だと言っていたはずだ。私もてっきり先森組の若頭なのだと思っていたのだが。いや、違うぞ。こいつはまだまだ若手の組員だ。若頭どころか幹部ですらない。ふーん。私はそう言うと平井の顔を覗き込んだ。平井は気まずそうな顔でうつむいている。あんたさ、自分のことを若頭だって言ってたよね。あ、はい？僕がですか？そう、あんたが。いやー、そんなこと言ってないと思いますけど。そんなことあるよ、絶対言ってた。私聞いてたから。ちょっと聞き間違えてしまったんじゃないですかね。もしくは僕が言い間違えてしまったかもしれません。とにかく僕は若頭ではないので、そんなことを言うはずはありません。間違いなくこの平井という男は自分を若頭だと言っていた。しかし、それをごまかすということは意図的に嘘をついていたということだろう。そしてそれが旦那にバレてしまうとかなりまずいということもこの反応で分かった。とそこで。何言ってんの、いつも若頭だって言ってるじゃん。そんなことを言い出したのは平井の彼女だ。お前、何意味わかんないこと言ってるんだ。意味わかんないこと言ってるのはそっちじゃん。さっきも自分は若頭だって言ってたし、いつも私に若頭だって言ってるよね。俺は組長に期待されてるから、先森組の中では異例中の異例だけど、いきなり若頭を任されたって言ってたじゃん。ちょっと、もう喋らなくていいから。と、そこで。おい平井、どういうことだ。そう口を開いたのは旦那だ。平井を睨みつけている。いや、組長、これはですね。ちょっと待て。ここは人目がありすぎる。お前らの部屋に移動しよう。さっき、俺の妻と何を話してたのかってことも、しっかり聞きたいしな。旦那がそう言うため、私たちは移動することに。
そしてそのまま4人で平井たちの部屋に入った。で、さっき妻と何を話してたんだ？部屋に入ると旦那はそう聞いた。そして説明を始める。平井が酒を飲んで騒いでいたので、私が注意をしたこと。逆上してきた平井たちに絡まれ脅されたこと。さらに自分は若頭だと嘘をつき、先森組を動かしてこの旅館を潰すと言ったこと。旅館の料金をタダにしろと言われた上で謝罪金を要求されたこと。すべてをこと細かく説明した。てめえ、どういうつもりだ平井。説明を終えると旦那のそんな怒声が部屋に響いた。違うんです、組長。何が違ってんだよ。いや、その、酒に酔ってまして。全然違わねえじゃねえか。ぶっ飛ばすぞ、てめえ。すいません。しかもてめえ、若頭じゃねえだろうが。なんでそんな嘘ついたんだ。すいません、組長。彼女の手前、カッコつけたくて。それが一番カッコ悪いんだよ。ふざけんじゃねえぞ。すいませんでした。平井はそう言い、土下座して謝罪してくる。すると、ダッサ。ボソッとつぶやくようにしてそんなことを言ったのは平井の彼女だ。そんなこと言うなよ。泣きそうな顔で彼女にそう言う平井。若頭なんて嘘ついてさ、しかも土下座までして、ほんと見損なった。だってお前、この人は組長なんだぞ。逆らえるわけねえじゃねえか。そういうのがダサいって言ってんの。すると彼女はまさかの言葉を口にする。マジでもう無理、あんたとは別れる。絶望的な表情を浮かべる平井。嘘だろ？なあ、嘘だって言ってくれ。嘘なわけないでしょ。あんたは私に嘘ついてたんだからね。それに、こんなことにまで巻き込んで、どうしてくれんのよ。そんな、別れるなんて言わないでくれよ。無理、もう顔も見たくない。私も帰るから。そう言い、カバンに荷物をしまい込む彼女。平井はそんな彼女を懸命に説得していた。するとその隙に旦那が私に小さな声で話しかけてくる。どうする？え？あの女にも散々嫌味なこと言われたんだろ。お前が許せないって言うなら帰らせずに事務所に連れて行くけど。まあいいよ。一番ひどいこと言ったのは男の方だし、彼女は堅気の子でしょ。今回は見逃してあげよう。了解。そして二度と連絡してこないでね。勝手にうちに来たりしたらすぐ警察呼ぶから。わかった？ちょっと待って。うるさい、消えろこのクズが。そんな捨て台詞を吐いて彼女は部屋を出て行ってしまった。そんな、なんでだよ。平井は涙を浮かべ上事のようにそう言った。だが本番はこれからだ。なあ平井、ショックを受けてるところ申し訳ないが、そんなのこっちには関係ない。それにお前が自分は若頭だなんてつまんねえ嘘ついたことがそもそもの原因だしな、同情の余地もない。わかるな？はい。平井はつぶやくようにそう言った。じゃあ本題に入ろうか。お前、うちの妻を脅し金を要求したそうだな。これはどういうことだ？先森組では仇の人間に手を出すのはもちろん、金を奪う行為も禁止しているはずだ。なのになぜお前はそんなことをやった？すいません、注意されたことにムカついてしまって、それに酒を飲んでかなり酔ってたので思わず金を要求してしまいました。じゃあこんなことをしたのは今回が初めてってことが？もちろんです。それ本当？
私はそう言った。え？ずいぶん慣れてる様子だったけどな。いえ、そんなことは。それに、酔ってたって言うけど、意識ははっきりしてたわよね。ろれつもしっかり回ってた。今だってしっかり喋ってる。それは…酔った勢いでやったこと、というよりはいつもやってることのように見えたけど。すると平井は黙ってしまった。やはり怪しい。おい平井。はい。お前、この後に及んで嘘なんかついたらどうなるか分かってんだろうな。そんなことしたら俺への裏切り行為だ。命はないと思っておけ。それにお前がもしいつもこんなことをやってるんだとしたら、ちょっと調べればわかることだ。この場では収まったとしても後が怖いぞ。吐くなら今のうちだ。嘘なんだったら今この場で言え。その言葉を聞くと平井はゴクッと唾を飲んだ。さらにうつむいて何かを考えている様子。そして、申し訳ございません、組長。実は今までに何度も仇の人間から金を奪ったことがあります。平井は顔を上げ、そう自白した。すると旦那は平井の正面に立った。平井、顔を上げろ。はい。そして、うっ、旦那は自らの拳を平井の顔面に思いっきり振り落とした。てめえ、つまんねえことしてんじゃねえぞ。首の名を語って仇から金を取るなんてヤクザのすることじゃねえ。それはチンピラがすることだ。俺たちヤクザは仁義を守らねえとただのクズになっちまうんだよ。そのことはしっかりお前にも教えたはずだ。そうだよな。すいません、組長。すいませんだと？なんだてめえ。金取ったくらいなら大したことじゃねえから、謝れば許されるとでも思ってんのか？そういうわけじゃないんですが。いいか。仇に手を出さねえっていうのは、仁義を守るってだけの話じゃねえ。そんなこと何回もやってれば、すぐに組は警察に目をつけられるんだよ。そうなったら、誰が指示したと思われる？俺がお前にそういう指示を出したと思われるんだよ。そうなれば、組員全員が逮捕されることになっちまう。お前がやったことは、組を危険にさらす行為だってことだ。それをはした金欲しさにやりやがって。てめえ、絶対許さねえぞ。部屋に響き渡る旦那の怒号。平井がやったことは絶対に許されないことだ。旦那がこれほどまで怒るのも無理がない。しかし平井にはそれが理解できないのだろうか。でも組長。平井はここまで言ってもまだ言い訳しようとしてくる。てめえ、何にも分かってねえようだな。言い訳できる立場だと思ってんのか。違うんです。実は組長。なんだ、言ってみろ。私たちはどうせ平井が言い訳をするのだろうと思っていた。だが違った。平井の口から衝撃の言葉が発せられたのだ。組長、実はみんなやってることなんです。まさかの事実に驚きの表情を浮かべたまま固まる旦那。私も同じリアクションだった。今なんて言った？かろうじてといった感じで旦那はそんな言葉を発した。ですからこういうことをやってるのは僕だけじゃないんです。他の組員もみんなやってて、僕はそれを真似しただけなんです。話を聞くと若頭や幹部、長く先守組にいる組員たちは組長の言いつけを守っているが、最近入ったばかりの組員は違うらしい。仁義を守るという意識がなく、金のためなら平気で仇に手を出すのだそう。
そして今、組長である旦那が組を留守にしているため、これがチャンスといった感じで、若い組員が様々な場所で様々な一般人から金を奪っているらしいのだ。それは本当のことか。衝撃的な話だったのだろう。旦那は信じられないといった様子だった。はい、証拠はあるが、僕のスマホを見てもらえば、組員たちとの LINE のやり取りの中にそういう話があるはずです。すると平井はスマホを取り出し、旦那に LINE の内容を見せた。旦那はちっと大きな舌打ちをする。平井の言っていることが本当だということが分かったからだろう。これで全員か。他にもやってる奴がいるんじゃないのか。旦那は平井にそう聞いた。僕が知っている限りはこれだけです。他にもやってる奴がいるかもしれませんが、それに関しては僕には分かりません。そうか。そこまで話を聞くと、旦那はしばらく黙った。何か考えているのだろう。そしてようやく旦那は口を開いた。依頼、はい。この件、知らせてくれたことには感謝する。だが、だからといってお前がやったことが帳消しになるわけじゃねえ。お前は他の組員にそそのかされたり真似をしたりしただけかもしれねえが、やってはいけないことをやったことには変わりない。だから平井、お前は明日から、うちが管理しているマグロ漁船に乗ってもらう。それを聞くと、平井は驚きの表情を浮かべた。ちょっと待ってください、組長。それはあんまりです。はあ？マグロ漁船に乗ったら、何ヶ月も陸に帰ってこれないじゃないですか。それに、使えない人間はそのまま海に落とされるって噂ですし。噂じゃねえぞ、本当のことだ。そんなのひどいっすよ。僕が教えてあげたから、他の組員が悪さをしてることも分かったんですよ。それは関係ねえって言っただろうが。それにお前、本来ならマグロ漁船じゃ済まねえ話だ。減刑してやってる方だと思え。そんな。なーに、安心しろ。お前一人じゃないから寂しくないはずだ。仇から金を取ってた組員全員を漁船に乗せる。まだ発覚してない奴も全員調べ上げて、一人残らず漁船に乗せてやるから楽しいかもしんねえぞ。ちょっと待ってくださいよ。他の組員からしたら、俺は組長に告げ口した人間ですよ。そんな奴らと一緒にいたら、命がいくらあっても足りないじゃないですか。まあそれは安心しろ。お前がバラしたことは言わないであるからよ。そんなのすぐバレるんですよ。俺嫌です。黙れ。この日一番の怒号を旦那は挙げた。平井はビクッと反応して口を閉じる。てめえ、そもそも誰の女に手を出したと思ってんだ。組長である俺の妻に暴言吐いて脅したんだぞ。今この場で命を奪われないだけでもありがたく思え。どうしても嫌だって言うんだったら、今から山行くか。それは勘弁してください。だったらどうすんだよ。マグロ漁船乗らせていただきます。最初からそう言えばいいんだよ。あと、てめえ逃げたりしたら、それこそ命はないと思え。地の果てまで追いかけるからな。わかってるよな。はい。これで話は終わった。平井はもちろん、平井と同じことをしていた組員も全員、マグロ漁船に乗ることが決定。見知らぬ男に絡まれてかなり面倒なことになったのだが、これでようやく私に起こった面倒なトラブルは全て解決したのだ。と、そこで。おい、平井。そういえばお前、俺の妻に、まだちゃんと謝ってねえんじゃねえか？旦那はそんなことを言った。そうっすね。
じゃあ謝罪しろ。わかりました。すると平井は私の前で土下座する。そして、本当にこの度は組長の奥様だったとは知らず、失礼なことを何度も言ってしまい申し訳ございませんでした。許してください。そう言って平井は頭を床につけた。正直私も散々脅されたのだ。この男には腹が立っている。そこで私は一つ仕返しをすることにした。もういいのよそのことは。それよりマグロ漁船に乗ることになったのよね。じゃあ夜は気をつけなきゃね。え？なんでですか？あれ知らないの？みんなが寝静まった頃、これがチャンスとばかりに新人いびりが始まるのよ。それが嫌で自分から夜の荒波に飛び込んでいた組員もいるんだから。顔を真っ青にする平井。もちろん嘘だったのだが、平井はすっかり信じてしまったようだ。放心状態の平井。すると旦那が近くにやってくる。悪いやつだな。これであいつ夜眠れないぞ。旦那は耳元でそんなことを言った。私はこの男に散々脅されたのだ。これくらい言っても罰は当たらないはず。私は何のことだかといった感じで肩をすくめてみせた。それから数週間が経った頃、入院していたおかみたちが退院し旅館にやってきた。本当にありがとう。私の大事な旅館を守ってくれて本当に感謝してる。そんな調子でおかみは私たち夫婦に何度もお礼を言ってくる。いえいえ、私たちが受けた恩に比べれば全然大したことできていないので。そうですよ。また何か困ったことがあったらいつでも言ってください。私たちはおかみにそう言った。実は7年前、私たちは旦那と息子と一緒にこの旅館を訪れている。しかしその時まだ小さかった息子が行方不明になってしまった。靴が森の中にあったため森に一人で入っていったことは分かったが、いくら探しても見つからない。そんな時私たちを助けてくれたのがおかみだった。おかみは知り合いの山に詳しい人たちを集め、手分けして息子を探してくれた。その結果息子は無事に見つかったというわけだ。もうダメだと絶望し涙が止まらず、過呼吸になってしまった私をおかみは絶対見つかるからと解放してくれた。そんな恩人のためなら旅館で働くことなど朝飯前だ。今度は子供たちと一緒に遊びに来ます。私がそう言うとおかみは、来て来て、いっぱいサービスしちゃうから。そう言ってくれた。この調子じゃいくら経っても恩を返しきれなさそうだ。そして私たち夫婦は1ヶ月とちょっとお世話になった旅館に頭を下げ家に帰った。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。